焼印を押している風景焼印とは、高温に熱した金具を用いて、木製品、食品、動物、人の皮膚などに印をつけることである。楽印とも言う、以下、主に皮膚に行う焼印についてもべる。特に人間に対する焼印は刑罰として行われることが多い。このため、一生涯にわたって払拭されないお名を受けることを意味する楽印を押されるという慣用具がある。 家畜に対しては、所有者を明確にするためにロゴを焼き印していたため、転じて、ブランドが商品ブランドを意味するようになった。宗教登山が盛んな富士山や御嶽山では、宗教登山に使用される木製の混合杖に、焼き印を有料で応印するサービスが、山小屋ごとに行われている。また、かまぼこやまんじゅうなどの食品に、文字や模様を入れるためにも焼き印は多用される。 木製品には管理用の文字や模様を入れるための焼き印も多い。人や動物の皮膚の再生能力には限界があるため、火傷すると治癒した後も痕跡が残る。これを利用して皮膚に印をつける。姿勢と同じように永続的な識別を目的としている。姿勢に比べて費用が安く手間がかからない反面、苦痛や感染症のリスクが高く罪人や家畜の管理に用いられることが多い。 現在では人に用いることは人権を犯すことだと考えられている。年月が経つと新陳代謝などで印が多少薄れる。金属板などを熱して皮膚に押し付けやけどさせる。馬に置ける凍結楽印伝統的な焼き印に対してドライアイスまたは液体窒素を使用した凍結楽印という方法がある。これは動物の個体識別に使用する。 この方法は、薬菌のように火傷を引き起こさせるというより、むしろ、色素を酸性する、有色細胞を損傷させる。そして、落印が使用された場所は、毛色が白く変色する。凍結落印を行う際は、皮膚が露出するように、紐が反られる。そして凍った鉄は、動物の種や、紐の色によって異なった時間皮膚に押し付けられる。馬の場合は一般に肩に落印が押される。 凍結楽院は焼き輪と比較して動物の苦痛がより少ないとされる。凍結焼き金は冷却剤に浸される。皮膚には99%のアルコールが吹き付けられ、凍結焼き金は数秒間皮膚に押し付けられる。凍結焼き金が皮膚から外された直後には刻まれた模様を見ることができる。しかし数秒のうちに模様は消える。その後数分以内に腫れた皮膚として、 再び模様が現れる。そして3から4週間で模様は定着し、囲碁生涯変わることがない。ありがとうございます。